どうも皆さんこんにちは。そして明けましておめでとうございます。2023年ももりもり楽しんで音楽やっていきましょう。ガズギターとしては初めてのレッスン動画となります。今年もガズギターでのんびりと毎週日曜日、続けていきたいと思います。楽しんで音楽やっていきましょう。さあ年始1回目の、ガズギターはですね、ちょっとですね、年末にやってクリスマスソングの時にも、ジングルベルの時にもご紹介したんですけど、この3つを使って、できる曲をちょっとね、年始ちょっと特集したいと思います。これ、A 星、D 星、E という3つのコードなんですけど、この3つはですね、ウクレレで言うところの C と F と G7 に当たる。ガズレレで言うところのこの3つの入門コードに当たるんですけど、これギターだとね、この3つがすごく調子がいいんですよ。なんでちょっとね、これを解説しつつも、今日もレッスン始めていきたいと思います。今日取り上げたい曲はこれ、ドン。坂本九さんの明日があるさ。この、もう元気もりもりの曲、年始一発目にふさわしいと思います。楽しみながらこの曲、どんどんやっていきましょう。そしてこのガズギターはですね、本来ですね、ウクレレの YouTube チャンネル、このガズレレ YouTube チャンネルというチャンネルの中で、日曜日だけやってる超初心者ギターレッスン講座になります。ガズギターですね。はい。でですね、本当に革新的でもう世界一、いや宇宙一簡単なギター講座ということで、まずね、皆さんギター触ったことない方は、ガズギターのやり方、概念、方法、もう誰でもできるね、ギター教室の方法を概要欄に貼っておくので、そこからちょっとね、練習してみてください。そこでいろんなことを学んで、今日の曲に、またもこのレッスン動画に戻ってきていただきたいなというふうに思うんですけど、一個おすすめとしてはいつも言ってるんですけど、いきなりギターを全く音楽やったことない楽器わかんない方が始めるよりも、最初にウクレレをちょっとねマスターしておくとすごくね、帰ってギターも早道かなということで、ウクレレもすごく楽しいですぐできるんでね、ぜひウクレレもねやってみてください。概要欄にウクレレの始め方、ガズレレの入門プログラム貼っとくんでね、はい、ぜひその両輪で動かしていくとすごくいいと思います。ということで、今日のレッスン動画、明日があるさはやっていきたいんですけど、さっきも言ったようにこの3つのコードでできます。これはウクレレガズレレでもおなじみの曲なんですけど、ガズレレの動画だと C と、G7 と F、 この3つでできるよということなんですけど、これギターだとですね、この A 星 D 星 E っていうのがすごい簡単に抑えられてすごい調子がいいんですよ。まず開放弦を使ってるんですよね。 A っていうのはこの5弦の開放弦が A なんですよね。そして4弦の開放弦が D なんですよ。そして6弦の開放弦が E なんです。はい、これで、つまりこれでもコードのね、要はルート音といって元の音になってるんで、このね、開放弦を使ってちょっとね、支えてあげるだけで左手でね、指をね、簡単にできる、ギターならではの、コード進行ということになるんですけど、ちょっとこれでやってみようと思います。そうしたらですね、いつものように、2バージョンでやっていこうと思います。最初のバージョンは、ゆっくりと4つ弾きでやるシンプル簡単バージョンを、ガズレレオリジナルショートカットアレンジで、1番、2番とラストという流れでやっていこうと思います。で、簡単バージョンの後にちょっとこのコードについて説明とかいろいろしたしてもらって、後半のかっこいいバージョンは、ノリノリの8ビートバージョンでやっていこうと思います。それではまず最初はシンプル簡単版ゆっくりと、明日からさ、坂本九さんの名曲ガズギター簡単版やってみる。Oh.
シンプル簡単バージョンやってみました。いかがですか？これだったらですね、もうほんとめっちゃ初心者の方でもいけるやつですからね。まず、コードの解説ですけど、この3つ覚えておいたら、結構、ガズギターでは今後できる曲多いですからね。はい。まず A 星はいつも言ってます。こことここの2箇所ね。こことここよ、こう。で、D 星は、このこことここの2箇所。A 星、D 星。で、E っていうのだけが3本指。こことこことここですね。こんな風になります。はい。指立ててくださいよ。こことこことこ。ただ、やっぱ初心者の人はこのパッパッとコード進行を変わる時のタイミングが、ちょっと難しいかもしれないんですけど、まずはゆっくり。いつもの駅さん。ここで、パッと変わる。はい。これ、用意しとかないとダメですからね。だから、1、2、3、4、うん、みたいな感じで、最初こう、気合を入れてコード、パシッと変える。なるべくね、急いで変えた方がいいと思うんですけど、まあ、コード、指、最初2本だけですからね。これは、で、E では3本使いますけど、先をちょっと読みながら、このコードがここで変わるぞ、みたいなのを読み解きながら、歌いながら、リズムに乗る。で、やっぱり演奏の時は、こう、体を揺らしてリズムキープ。これが大事になりますからね。はい。今のシンプル簡単バージョンでももうこれ、すごい十分じゃないですか。これ抑えるのはかなり簡単なコードだと思いますんで、これ多分ですね、世界一簡単なギターの弾き方で、今レクチャーしております、皆さん。はい。ガズギターもうね、世界一簡単ギター教室ですから、これより多分ギター簡単にアレンジ、できることはないんじゃないかな。ガズギターならではですよ、皆さん。この3つのコードだったら。できちゃいます。さあ、じゃあ、ここからもかっこいいバージョンどんどん行きましょう。今と同じ、アレンジなんですけど、ただ弾き方を変えます。ちょっと跳ねた感じのシャッフルのリズムの8ビートのやってみたんですけど、ピックを使っていつもみたいに、ちょっとミュート気味で8ビート。こんなリズムがいいかなと思います。ドゥン、ダドゥン、ドゥン、アクセントが後ろに来た8ビートの跳ねてるリズム。ドン、ダドゥ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 ン。このアクセントの時にちょっとこう、ドンってここでね、ブリッジのところをこうちょっと叩いてあげるっちゃ大げさです。あんまりこう力入れちゃダメですよ。ノリで。ドン、ダドゥン。はい。これがね、かっこいいリズムじゃないかな。ちょっとジャズっぽいんですよね、原曲も。こんな感じのリズムで取り上げていこうと思います。ちょっとここいつも言ってるんですけど、このブリッジ、ハーフミュートっていうか、ちょっとここの部分をね、ブリッジミュートをかけながらの8ビート。はい。この弾き方をね、ガズギターでもね、いつもね、ガズさんがもう大好きな弾き方ということで、ミュートをかけ気味の、ちょっとこうね、音をわざとこうくすぶらせてる感じで、渋く決めようと思うんですけど、いつも言ってるようにもちろん、フルオープンでもかっこいいですよ。フルオープンっていうのはもうジャンジャン弾く感じ、フォークギターっぽくですね。そうすると、いつも、弾き方とよりフォークっぽい感じがすると思います。ちょっとジャジーっぽく渋くやるにはちょっとこうブリッジメイトかけてやるとダンディーな感じが出るかなと思って、カズさんそっちの好みなんで、まあやってみようと思います。さあ、ちょっと今度はノリノリでリズムがね、要は跳ねてるリズムなんで、かなり躍動感が、アップするかっこいいバージョン。コード進行は全く一緒ですから、これ嬉しいやつです。リズム練習のいい練習にもなるかなというふうに思います。さあ、それではやっていきましょう。坂本優さんの明日があるさ、ガズギター式かっこいいバージョン、やってみる。 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, 75, 76, 77, 78,
せーの、気持ちがいい。コード簡単ですからね、こうリズムと歌にかなり集中できるんじゃないかなと思います。かっこいいバージョンのリズム良くないですか？ズンダズンズダンズンダズンズダン。後ろにアクセントが来る感じの、ちょっとこうね、ジャジーでね、あのちょっとクールな、なんていうのかな、ダンディーな感じ。これがね、あのかなりこう、原曲を聴くとね、あの感じちょっと出したいなと思って、ドンダドンズダンドン。ダトゥンとダン、このリズムだとかなりかっこよくなると思います。ちょっとねニュアンスをこう動画で掴んでいただいて、こう体ごとリズムを生み出す、これが大事だと思います。ぜひ皆さん挑戦してみてください。さあガズギターですけど、皆様からのいろいろ質問とか疑問などを、コメント欄で募集しております。こんなことが分かりたい、知りたいなとか、こんな感じのが分からない、どうしたらいいんだろうみたいなのを、ぜひ書いてくださるとですね、それを見てですね、ガズさんも次の動画の次の動画でお答えしたりとか、いろいろそのね展開していきたいと思います。ぜひね、コメント欄も書いてご活用くださいということでございます。でお知らせなんですけど、今年今ねこのYouTube を撮っているガズレレ YouTube チャンネル、このガズレレがですね始まってなんと10周年なるわけでございます。すごくないですか、10周年ですよ。それを記念して5月に東京名古屋大阪でイベント開催中、ちょっとガズギターの話もしていくと思うんで、まずですね、はい、あのチケットをもう予約スタートになってますんで、概要欄に貼っとくので、ぜひ皆さんチケットゲットしていただいて会いに来てください。いろいろ深く語り合いましょう。いろいろ面白いコンテンツを用意していますのでね。本当にね、皆さんにお会いできるのを楽しみにしてます。はい。そんな感じでガズギターは、また毎週日曜日ね、これからもどんどん展開していく予定ですんで、お楽しみにしておいてください。まあ、焦らずじっくりギターも楽しく、音楽は音に楽しいと書いて音楽ですからね、進めていきましょう。今年もどうぞよろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。今年のですね、1月7、8、9の3連休なんですけど、はい、これ、ポップアップショップ、G ラボウクレレのポップアップショップがですね、島村楽器さんで、行われる予定になっております。ララポート湘南平塚店さんで行われます。G ラボの、ウクレレフルラインナップの展示がありますから、皆さん、行ってですね、いろんなウクレレを試し弾きしていただいて、スタッフも行きますんでね、いろんな質問していただいたりとかして、ぜひぜひ、体験してください。まず G ラボのウクレレ、ものすごいいいウクレレなんで、やっぱり手に取ってもらうというのはね、すごくいいなと思うんで、ちょっとね、まだね、第1弾の報告のこれからこういう機会増えていくんですけど、そういうわけでね、まあ、もう一回確認すると、7、8、9ですよ。ララポート湘南平塚店の島原楽器店さんで、行われるポップアップショップ、ぜひチェックしておいてください。で、ガズレレではですね、もう他にもいろいろやってるんですけど、このね、ガズピアノというのをやってるんですよ。これ、ガズがやってるハニーさん、私の愛するハニーさんと一緒にやってるピアノ教室なんですけど、ここでね、YouTube チャンネルもこれ YouTube やってるんですけど、なんと本が出版されております。めちゃくちゃ楽しくて、これウクレレやってる方だったら本当あっという間に鍵盤弾き語りもできるプログラムになってますからね、世界で一番簡単な鍵盤教室です。ぜひこれも YouTube と本の方もですね、これ Amazon でこんな風に調べてみてください。そしてですね、ガズレレでは、アプリがあります。ガズレシピという便利なアプリ、楽譜が見られるアプリなんですけど、このねアプリの特徴は、スマホとかタブレットで見られるんですけど、自動スクロール機能とかメトロノーム機能を満載していて、もう曲がですねかなりの曲数になってます。40曲のブロックが9ブロック、みたいな感じで、だから3も300曲400曲近くあって、この楽譜の特徴は簡単版だけじゃなくてかっこいいバージョンも載っているということで、かなり、ね、皆さんご支持いただいてます。そしてこれアプリダウンロード、皆さんぜひ皆スマホとか、ね、タブレットにしていただきたいんですけど、入れるインストール自体は無料ですからね。で、中のコンテンツで有料課金もありますけれども、見やすい楽譜なんで、これはね、かなり有用だと思います。いっぱい重たい楽譜を歩かなくてもね、タブレットで見れるとかすごくいいですからね。で、あとね、そのね、楽譜だけが本当の本になって登場しております。ガズレシピの本のバージョン。こっちも Amazon で販売してますので、ぜひともご覧になってください。そしていつもガズがね、使ってるこのウクレレに挟んでいる、水引き。これガズの両親が作っているね、手作り物の水引きでございます。そしてあとハニーさん手作りのこのストラップだとか帽子、 T シャツとかいろんなグッズ盛りだくさん。こんな感じでね、ガズレレ公式ホームページのトップページにバナーもあったりとかするんで、ぜひね、いろんなもうグッズでね、さらにテンションを高めていったりとか、もうあっちからこっちから音楽を楽しむ要素盛りだくさんでございます。こんな感じでガズレレ盛り上がっていくぜということでございます。本日のレッスンはここまででございます。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ、またねー。ここに集まる。